はい、イマティです。パトリオットのね、あの動画の方を、上げさせてもらってるんですけども、最近コメントをいただくようになりまして、本当ありがたいことにですね、コメントをねいただいております。内容的にはですね、まあ、燃費のこととか、あとはパトリオットを考えているんですけどもどうですかって言ったような、そんな内容なんで、本当にね、パトリオットの仲間がいっぱい増えてくるっていう感じがしてね、喜んでおります。ということで今回はですね、パトリオットを、購入してっていうか、車を購入したら保険に入らなきゃいけないですね。その保険の話をしていこうと思います。ということで、イマティがですね、パトリオットを購入して、どんな保険に入ったかと、どうやって保険に入ったかと、どうやって保険を選んだかという話をね、少ししていきたいと思います。まずですね、パトリオットは、クライスラー MK74 型で2011年の 2400cc の車になっております。で、保険の内容としてはレジャー目的で使って、対物対人、3000万円の保証、車両保険が110万円ですね。それと、等級が保険にはあるんですけども、1等級から20等級まであるんですが、初めての人は6等級からスタートみたいなんですね。で、イマティは、これを初めて申し込むっていう形で保険を入りましたので、6等級スタートですね。6等級スタートということはちょっとやっぱ割高なんですね。もともと車を乗ってて引き継いだり、何代目かの、追加の車になったら保険をそのまま引き継いだりできるんで、等級が10とか11とか12とか、そういう高い等級からスタートできるんですね。そしたら、安い保険料になるっていう、そういう仕組みらしいんですけども、まあ、イマティの場合は、一番スタートの等級です。なので皆さんも、乗り換えの時とかはね、今から話す料金よりは全然安いと思います。逆に、一から車を買う人はこんな料金形態になるんじゃないかなと思って、もしよければ参考にしてもらえればなと思います。じゃあ、早速ですね、中身について話していこうと思うんですけども、まずどうやって保険に入ったらいいのかなと。車の保険ですね、初めて申し込むんでね、車の保険をもういつも友達に頼んだりとかしてたんで、今回初めて申し込むんでどうしようかなと思ったんですけども、テレビのね CM でもやってるようにネット型保険っていうのを使ってみようと思いました。で、どうやってネット型保険を選んだかって言いましたら、まず、インターネットでですね、価格 .com の自動車保険一括見積もりっていうのがあるんですね。例えばインターネットで自動車保険比較とか、自動車保険安いとか、なんかそんな風に検索すれば多分結構上の方に出てくると思います。価格 .com の自動車保険一括見積もりっていうサイトですね。で、ここにですね、入力してくださいっていう項目を入力しました。で、その入力する内容もですね、あの順番に書かれてることを書いていったらいいだけなんで難しくはなかったです。本当に5分ぐらいでね、あのお名前はとか住所はとか、どんな車ですかとか、車種はとかメーカーはとか入れていきましたね。まあそうやってね、項目を入れていきます。で、送信ってやったら、もうね、早ければその日から、遅くても次の日ぐらいにはね、バババッといろんな各社から、価格 .com で見積もり依頼ありがとうございました、あなたの見積もり金額はこちらになりますって、バババババってもう送られてくたんですよ。めちゃくちゃ便利ですね。で、しかも営業トーク聞かなくていいですし、価格が全部ね、見積もりとして送られてくるんで、比べることできるんですね。ということで、どんな見積もりが送られてきたかということを話していきたいと思います。まあなんかね、言った言わないとかね、なんかここがいいとか悪いとかの話になっちゃう可能性があるんで、ちょっとあまりテロップとか入れずにね、口頭の方で話をしていきたいと思うんですけども、まず5社から来ました。
5社から5社ね。そして一番最初に来たのは今回、イマティが加入させてもらったクレディセゾンの自動車保険でした。クレディセゾンさんでした。これはイマティが、加入したんで名前言わせていただきますね。クレディセゾンさん一番最初に来ました。で料金はですね今言った、条件でですね、まあ、パトリオットで、レジャーで3000万保証で車両が110万ついてて、6等級からのスタートっていうので、年間一括申し込み10万2130円だったんですよ。で月々が8980円でした。だから一番最初にこれが来てですね、あれとめちゃくちゃもっと安いイメージあったのになって思ってたんですけども、まあ、10万2000円ですが、もうほぼ10万円ですね、でした。そしたら次が来ました。で次からは名前の方をちょっと伏せながらですね、金額だけね言っていきたいと思います。まず次来たのがハローなんとかの、なんとか非生命さんですね。これがね16万7000円で来ました。一括の金額だけで来たんかな、16万7000円ほどで来ました。その次にですね、S ウンチャラ損保さんから来ました。でこちらが15万8380円でした。 なのでハローなんとかさんとまああまり変わらないような金額ですね。月額は1万4200円って書いてありました。次に来たのがトンポっていうところですね。3って書いてあるところ、ここが16万6930円ですね。月々が1万5000円ほどでした。だいたい15、6万なんですね。そして、A〇〇ダイレクトさんが12万1930円ということでですね、結果的に一番安かったのがクレディだったんですよ。10万2000円で。で、かつですね、この後、中なんとか非損保さんから再度来たんですね。で、一番最初来たの16万7000円ぐらいだったんですけど、再度来たの18万ぐらい来てまして、でもうちょっとその後ね、実はあと1社来たんですけども、あまりにも高くてもうどこか忘れちゃいましたけども、22万ぐらいのやつが来たんですよ。これ全然高いなと、5万とか6万とかで入れんじゃないかなとか思ってたんですけども、まあ、全然高いなと思ってたんですが、クレディさんに確認したら引き継ぎとかだったらそれぐらいありえるよという話だったんですけども、まあ、今回イマティの方は、6等級スタート、一番最初からのスタートなんでやっぱ高いですよという話でした。年間一括支払いは10万2300円でした。月々だと8980円でしたね。はい、ということで今回イマティはクレディセゾンさんの自動車保険に、申し込みをいたしました。ちょっとまとめになるんですけども、自動車保険ね、どうやったら入ったらいいかっていうところに対してお話をさせていただきましたが、各社、同じ、条件で、見積もりを、取るのは一括見積もりが楽でした。そして一括目見積もりで取れば、いろんなところを比較して見れるので分かりやすかったんです。でその中で一番安かったかつですね、まあ、お話もさせていただいて分かりやすかったっていうのがありまして、クレディセゾンさんにさせていただきました。最後にですね、申し込みのタイミングなんですけども、納車当日の3時間前にすればギリギリ OK だということでしたので、前日だったら全然 OK らしいです。申し込みはインターネットと電話でできます。ただし今言った、値段は全部インターネット申し込みです。電話申し込みする場合はプラス1万円かかります。逆に言えば電話申し込みよりも1万円割引されるのがインターネット申し込みだってことでした。はい。
いかがだったでしょうか。ということで、パトリオットの初めて保険を申し込んだでした。それではまたよろしくお願いします。